本日は、豊橋カレーうどんでございます。瀬川さんというところに来ました。混ぜないようにということです。さあこの湯気、うわ、いただいてみましょうかね。表にあったうどんはとりあえず平らげてみました。次に出てくるのがこの、あ、ご飯かな、ご飯と、あ、山芋の感じですね。なるほど、これも面白そう。カレーうどんを食べ終わった後は福神漬けを入れて、今度はカレーライスとしていただくんですね。どうもそういう流儀みたいです。いただきます。うまいね。これが豊橋名物のカレーうどん。豊橋カレーうどん完食です。美味しかったな。